天道市立旧東村山郡役所資料館は山形県天道市にある博物館。山形県指定有形文化財に指定されている舞鶴山付近に位置しており、その名の通りかつては東村山郡の軍役所として機能していた。1879年に東村山郡役所として完成した。 木造三階建ての洋風建築である。屋根は瓦吹きで、東屋を有する。当時の軍役所の外壁は板張りを用いるところが多く、漆喰塗りの軍役所は珍しい。また、明治時代初期の偽洋風木造建築としては、山形県内で最も古いものである。行政制度が変わり軍役所としての役目が終わった。あとも、軍農会、天道町役場、天道市役所、 私立図書館と時代に応じて建物は使用され続けた。1899年以前の段階で3階棟屋が除かれ2階建てに改装されているが、1985年に完成した解体復元修理により建設当初の姿に戻された。資料館には、天道小田藩関連資料や明治維新前後の資料を中心に240点余りを展示している。 2階には展示室があり、この展示室は1891年、明治天皇が東北巡行の際に安在所として休息した部屋として知られる。ABCDQ 東村山郡役所、山形県ホームページ山形の宝検索ナビ Q、東村山郡役所天堂市立 Q、東村山郡役所資料館、ABCDEFGH 山形県天堂市、資料館、 図書館天童市立旧東村山郡、役所資料館博物館美術館の検索美術館博物館イベント展覧会インターネットミュージアム天童市立旧東村山郡役所資料館ジャランネットありがとうございます